みませよ、ちゅーまいにぬくんげなんですけども、また黒い砂漠の続き動画をやっていきたいなと思います。前回は、馬を購入するというところで終わったと思うんですけども、まあ、そこの続きですね、からストーリーをまた進めていくっていう感じで、今回はね、グリッシーぐらいまでいければいいかなとか思いつつも、まあ、ここは僕の気分ですね。どこまで進めるかどうかは僕の気分というところで、早速やっていきたいなと思います。やっぱね、こうやってゲーム実況やってたら、ゲーム実況って楽だけど、なんだろうな、ちょっとね、面白いなとも最近思うようになってきた。この頃であります。この頃であります。噛んじゃった、こんなところで。っていうところで早速ね、上のね、ハイデルの商人の連合から、ハイデル商人連合からやっていきたいなと思います。っていうところで、こいつに話しかけろつってんで話しかけてきます。いや、また、なんかさ、ロードがすごい多いんだよね。これなんとかなんないかな?あれ?クリアしたのに、クリアしたのになんかまた変なところに戻されてるしさ、ほんとこういうの勘弁してほしいんだよね。どうなってるわけ?これ。うん。まあね、こうやって、まあ気を取り直して普通に進めていこうと思います。で、ここを話しかけると次に出てくるんですけど、まあ大体ここら辺にもクエスト出てくるんで、こういうのもね、受けて、やっといたら、貢献度上がるんで、こうやって、もうサラサラサラっとね、やっとくことをお勧めします。まあまあまあ、こんなのはいいでしょう。とりあえず、これを受けました。で、こいつね、テクトンっているんだけど、このテクトンのクエストね、受けときましょう。これね、やっといたら、バックの容量が1マス上がるって言って、普通のストーリークエストだと、出てこないんですよ。なんで、これをやっとくことによって、バックの容量が空くんで、皆さんもね、初心者の人とかも忘れがちだと思うんですけども、やっといた方がいいですよ。っていうところで、じゃあ次のところ行きましょう。で、続いて馬ですね。馬乗って、次のところに行きたいなと思います。まあ、次出てくるのが、まあ、先バレになっちゃうんだけども、ちょっとね、ちゃんとやっといた方がいいような場所で、なんつうんだろうな、経験値のアップできるようなね、ものがゲットできたりするので、ここはしっかりちょっとペット出してやっていこうかなと思います。まあ、ペットとかはもう、新しく作るって言っても、こんな課金だからさ、うん、皆さん課金欲しかったらしてくださいっていう感じだから、まあ、そこら辺はね、もうこのまま既存のやつを使っていきたいなと思います。で、これを出しておいて。で、続いてこれですね。こいつに話しかけろってことですね。はい、話しかけました。はい。これちょっと邪魔だからこっちにずらすか。いつも通り。はい。で、これを受けます。受けます。これも受けときましょう。というところで、次黄色いターゲットになっているモンスターに、を倒しに行ってきます。インプですね、敵は。まあ、ここら辺もね、多分そんな初心者の人からすると、強いなって思うような敵ではないです。本当にワンパンで僕も今倒せてるっていう状態なんで、そんな強くないです。おら!おぉ。なんか倒すものがいっぱいありますね。いやーなんかさ、ロードなんでこんななんのびっちり。本当に。俺さ、再起動とかもいろいろしたんすよ。容量軽くなるようにデスククリーンアップだとか、そういうことも駆使したんですけども、どうもね、なんかダメなんですよね。これ、携帯の Wi-Fi とか全部ついてるからか。一回ちょっと切りますわ、携帯の Wi-Fi とかも。Wi-Fi 的な問題かもしれないね、これは。ちょっと待ってくださいね。そんな気がしてきた。Wi-Fi 問題な気がしてきた。携帯2台あるんですよ。あー、囲まれてるな。ちょっとこれだけ倒しますわ。もう僕だけで Wi-Fi 4台ぐらいひどい時使ってるんですよね。っていうのも、まあ、携帯2台と、あと、普通に、パソコンもう1台あるんで、それで、
Wi-Fi 4台ぐらい一気に使ってるっていう状況なんで、多分それでロードしまくんのかな。そっちの気もしてきたな。よし、やっていきましょう。よし。あと3体ですね。まあ、ここら辺になってくると結構まだ、あれですね。よっしゃー、OK ですね。終わりましたー。あ、でもなんかここ、あれなんで倒して、ちょっとクエスト、次のクエスト受けときたいなと思うんですけど、めちゃ囲まれてるしー。はい。これですね。受けて、おい。で、これを受けて、また次のクエストやっていきたいなと思うんですけども、皆さん、これあるじゃないですか。これ取っといた方がいいですよ。っていうのも、これと、10個で1個ぐらいのペースだったっけな。それで、戦闘の巻物みたいな感じで、経験値がね、ちょっとだけ、かすかに増えるようなね、もらえる巻物があるので、それと交換していった方がいいですよ。なんで、これは極力取っといて、交換する場所があるんで、交換しておいた方がいいと思います。じゃあ、どんどん、なんで、こいつを倒していこうと思うんですけど、うおぉ。お。よいしょ。あ、やっぱでも Wi-Fi 切ったらちょっと動き良くなったね。これ Wi-Fi 的問題か。それは結構どうしようもないような感じだな、Wi-Fi 的問題は。よし。っていうところで、またクエストが終わったので、クエストを受託したいなと思います。受託で切って、次のクエストですね。よし。これをまた自動ルートでやります。まあ、ちゃんとね、こうやって定期的にしっかりなってるかどうか見ておいた方がいいですよ。なんか時々勝手になってなくて変なところに連れてかれることもね、あるので。っていうか、これどこだよ？結局どこなんだ？ああ、その災難登るってやつです。まあ、ついでなんでここも、あれしときましょう。クエスト報告をしときましょう。なんか隣に出てるんで、こいつもね、とりあえず、受けときましょう。クエストを。で、そんなこんなで、上がってきまーす。まあ、ここまで結構順調ですね。よし。わあ、またこれずれたー。なんかこういうところうまくいかないんですよね、まだ慣れなくて。てか慣れるもんなのかどうかもよくわからないですけど。まあ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 。こうと、おー、いいですね。レベルが上がりました。19レベルですね。結構快適に進んでいってるのではないかなと思います。あ、そうだ、この機会だから言わしてほしいんだけども、さ、岡村隆史さ、炎上したじゃん。それこそ、オールナイトニッポンっていうラジオで、なんか、まあ、よく言えば、男性の人たちに向けて、ちょっと面白くね、コロナを自粛してくださいねっていう時に、まあね、風俗嬢がどうのこうのっていう話が風俗嬢、と今会うのはやめてくださいねっていう面白い発言。7月の、7月じゃねえや。俺何言いたいんだ。なんかまあそういう問題があったんですよ。それについて思ったこととしては、別に俺岡村悪いなと思ってないんですよ。え、なんで炎上それでするのって思っちゃいました。むしろ。その女性関係の、なんか風俗嬢が素人がどんどん流れていくっていう件だよね。で、俺はそれ事実だと思うんだよね。実際今こんだけさ、不景気でさ、みんな仕事がないとかって言っている中さ、じゃあ行き着くところどこなのっつったらさ、可愛い子たちはもう結局そういうところに行き着いたりする可能性だってあるわけじゃん。だって、
それこそ何十社何百社って落ちてもうダメだってなってさ、そしたらもうそういうところで働かないとさ、生きていけないわけじゃん。それこそあと他生活保護でもらうっていう感じになってきちゃったりする時代だと思うんだよね。だから別に俺岡村の言ってることって間違いではないなと思います。だからそれを なんて言うんだろうな、問題視する意味が僕にはよくわからないです。だって結果多分事実になるだろうし、今コロナでさ、本当にどこの企業も苦しくて、多分リストラっていうのが始まってくるから、うん、それはしょうがないんじゃないのかなって僕個人的には思うんですけどもね。皆さんどう思いますか？僕はそう思いました。まあ、ただね、言い方があんまり良くなかったのかもしれないなとは思う。うん、それを、なんていうの、言い方一つでさ、変わったりするじゃん。だってヒカルさんとかって俺すっげー尊敬してるけどさ、うん、なんつうんだろう、言い方うまいじゃん、あの人。うまくかわすじゃん。そういう言い方ができてなかったんじゃないかなって、も思うけども、まあ俺自身そんな岡村に対して悪いなって思わないんですよ。なんで、皆さんもね、少しね、多めに見てもらえればなと思って、僕は勝手に休止、なんかがあって休止してたんだけども、その時にね、思っていたことでした。っていう話もね、ちょこちょこ混ぜていきたいなと思うんですけども、まあ今ね、普通にパッパッパーってやってて、今、このストーリーっていう感じですね。で、祭壇を、今はお前と一緒に強くなっていくっていう話ですね。では、私は誰なんだ？なぜ私と付き合うんだ？くくく、今になっては、お前の記憶をなんとかこんとか読み切れなかったーっていう感じだね。で、本当に俺たちの契約まで忘れたの？俺たちの旅が終わるまで。その記憶は俺に預けることにしたんじゃないか。よくわからんな。まあいいや、どうでも。ここな、ずっとこのストーリー読んだことないし、急に読んだところでよくわかんない。っていうところでね、ボスを倒しに行かなきゃいけなくなったんで、ボスを倒しに行きたいなと思います。いや、またなんか、ロードした。あ、でもね、動き多くなったわ。Wi-Fi だわ、これ。Wi-Fi ってこれどうすりゃいいの？どうやってやったらよくなんの？よくわかんねえなぁ。よしよしよし。頑張ろう、頑張ろう。まあ、こっちね、直線的にこう走っていけばいいだけなんで、結構楽ですね。あ、ちなみに、僕のギルド、なんですけども、教団 X っていうギルドやってます。まあ、特にね、活動内容も決めてなくて、結構ダラダラっとした感じなんだけども、まあ、興味ある方いれば、声かけてください。まあ、仮名で密談で送ってください。まあ、なんか、冷やかしとかそういうのは、遠慮します。っていうか、またロードになってるし。またロードだし、よし。っていうかね、基本的にね、今ギルド作ったんだけども、ギルドまでちょっと手が回らないね、これだと。この調子だと。だって、俺 YouTube やってるし、プラスさ、普通に他の仕事もあったりするんだ。だから、やる時間がないなって思う、普通に。ギルドの運営自体。なんか結構なあなあとね、やってる感じがする、しますね。あんまりすごいおすすめかと言われたら、俺自身も全然手かける時間がないから、かけれてないっていうのが、本音なんだよね。で、まあ、このキャラが強くなってったらさ、ゲーム実況しながらギルクエやったりだとか、そういうことはね、できるし、あとはね、人数が増えれば、砦をね、立てることができて、まあね、ちょっと戦闘の方は無理だな、時間がないからな。多分、それはね、しばらく目通し取ってないけれども、普通にでもやりたい人だけで、なんか普通に砦立っててもらって、やってもらっても全然構わないですし、まあ、結構、放任主義なギルドだと思ってください。50人行くまで僕、基本的に入った順で副隊長にしていこうと思ってるんで。誰々が優秀だから、じゃあすぐ副隊長にしますとか。50人超えてね。そういうことはするつもりないです。基本的には。まあ、あとね、30日
ログインしてなかったら首は切られる可能性はあります。それはもうなんかやめちゃったんじゃないのって思うからっていう感じですね。ってな感じで、一応ね、ギルドルールみたいなのはなんとなくあるって感じですね。まあ皆さんね、気軽に普通に声かけてもらえればなと思います。ってな感じで、まあでもこんだけ悪口言ってるから多分人来ないと思ってるんですけどねそもそも自分で自覚あるから多分来ないとは思うんだけども、まあ一応言っとくだけ言っとこうと思って。まあね、でも実際のところね、多分みんなね、俺のイメージどう思ってるかわかんないけど、こういうこれを言っちゃって、自分で言っちゃって大丈夫なのって思うんだけども、結構ね、人と喋れないんだよね。実は喋るのがすごい嫌いで、なのになんで YouTube やってるって話になるんだけども、でも本当に結構好きじゃないんですよ。人との会話が好きじゃないんですよ。チャットとかもあんまり好きじゃないんですよ。で、っていうのも、なんだろうな。俺が喋ることによって、結構ね、分かれるんだよね。好みが分かれる。好きな人と俺を嫌いになる人っていうのが、すっごい好みが分かりやすい性格なんだろうね。まあ、それが良し悪しがあるんだろうけれども、そういうところがあるから、実際のところね、そういうところで、あんまり、だから嫌いになられるのが嫌だから喋らないっていうのもある。まあ YouTube はね、別にいいんだけど、嫌われようがなんだろうが。リアルな人たちとかさ、まあ、ゲーム内でさ、なんかギルドで長く付き合ってくっていう人とかはさ、気にしちゃったりするんだよね。だから、あんまり、そうだね、人と話すとかそういうのは好きじゃないなっていう感じですね。だから結構明るいとか思われがちだけど、実際そうでもないみたいな。で、次のね、クエストの方にね、もうさっそうと進んでいくって感じですね。で、ちょっと喉乾いたんで、ファンタいただきます。まあ、これ恒例行事ですね、ファンタ飲む。最近の。いただきます。うまっ。いや、さすがにね、15分超えてくるとちょっと喉乾いてくるね。うん。今、17分か。ああ、まあまあまあ。そんなもんだな。いやーねー、こうやってやっていくとさ、やっぱ時間かかるなとは思う。日本一になるっつったのはいいけど、割とこのゲーム時間かかってくるなーって思ってます。まあね、こうやって定期的にやっていくことによって近づくのは確かだと思うんですよ。1日1時間やったら多分近づくだろうし、効率よくやったらね、どんどん近づいてくるとは思うんですけども、なんかめっちゃ飛んだんだけど、どうなってんのこれ。いや、これをね、直さないとね、ちょっとゲーム実況辛いなとも思い始めてるこの頃なんだよね。結構、こんな毎回ロードあったらさ、全然進まないじゃん。だからね、それが今ちょっと辛いなと思ってる。よし。で、これで、まあ何でもいいです。ここら辺今3つあるんですよ。商談の悩み、これ以上聞きたくない、それぞれの事情ってあるんですけど、別にどれ選んでもいいと思います。僕の後をたどってやる方は、商談長の悩みを選択しましょう。まあ、つってもここら辺は結構ね、作業ゲーなんで、サクサクってやっていきたいなと思います。で、こいつのクエストが終わり、次のクエストですね。進んでいこうと思います。やばい、足しびれた、ちょっと。足しびれた。カメラの位置ちょっとずらします。まあ、こうだね。よし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 。あ、足がしびれてる。きついな。あ、でさ、思うんだけどさ、これ1時間のやつを投稿したと思うんだよね。この動画を投稿した時に。この投稿する前か。する前に1時間動画が流れてるはずなんだよね。ベリアから入れるまで。さすがにあれはちょっと長いんじゃないかなって自分自身も思ったんで、だいたいね、30分ずつぐらいでやっていければなと思います。30分1本、30分1本。その代わり投稿頻度も多くなるかもしれないですし、多くなるのは間違いないんで。確実に多くはなるのは間違いないんで、そこら辺ね、楽しみにしてもらえればなと思います。ってな感じで、普通に、
これ続きやっていきたいなと思います。で、ここら辺ね、結構迷路っぽくて最初迷うと思うんで、自動で進んでいくのが基本的なおすすめです。T を押せば自動的に進めるので。よし。どんどんやってこう、どんどんやってこう。で、これをこうやってやって。こうですね。いや、でもね、一つだけ思えることとしては、ゲーム実況の難しいところって、こっちに操作を集中するじゃないですか。普段ってゲームしながら喋ることってないじゃないですか。だから、それが難しいなと思う。他の話題をうまく喋れなくなっちゃう。俺が不器用だからかもしんないけど、それがすごい難しいなと思いますね。まあ、でもね、やっていけば多分これは慣れるだろうし、結構ね、楽しいよ、普通にやってて。皆さんもね、もしよかったらやってみてください。まあ、黒い砂漠の人結構やってる人多いと思うけど。まあ、俺と一緒でそんな再生数取れてない人多いけど。まあ、こういうのも持続だと思うんだよね。頑張ってやり続ければ、うまくいくだろうし、頑張らない人はうまくいかないだろうし。そんな感じでね、僕は思ってますね。基本的に。で、ここで、ワシの爪っていうのをゲットするんで、これね、装備した方がいいですね。今装備できてないけれども。もう一回これ装備しまーす。あ、やべ、馬乗っちゃった。装備しようと思ったら馬乗っちゃった。はい、じゃあ装備していきまーす。よし。はい、じゃあ、これ確認をします。あ、バックの空きの容量がない。ほら、こういうところでね、バックマスがちゃんと空いてないとね、めんどくさいんだよね。ああ、そっか。こっちの方が今強いのかな。あ、ちょっとこれバック整理もね、しないとダメですね。ああ、これは、こうして。これも、アゼリアーナはつけときましょう。こっちの方が多分優秀だろうし。はい、OK ですね。で、次は、アレハンドロ農場に行くっていうところですね。あれれ、クエスト受けられてない。アレハンドロ農場に行くっていうところで。で、これ購入しかないのか。一回物を売りましょう。ちょっと重量の方もなぜか重くなってるので、僕もよくわからない現象なんですけど、重くなってるので、ちょっとね、軽くしたいなぁと思います。よし。おら、あー、これはダメだ。アゼリアーナとか売らないです。ここら辺はね、もういらないんで、売っちゃいます。あ、これやべ、こっちに入れるんだよ。バカ野郎、俺の普通の今のお金のところに入れるんじゃない、バカ野郎、この野郎。まあいいや、ここら辺も全部売ってきますね。問答無用で売ってきます。まあ別にそんな大した必要なものじゃないんでね、もう皆さんも気軽なくここら辺のものは全部売っちゃっていいと思います。こんなのもいらないでしょ。え、お前こんなの重さの原因だ。まあこんな感じで適当に整理しました。まあ大したお金やっぱ増えないね。まあ最初だからしょうがないんですよ。こんな感じなんですよね。あ、でもここに400万あるか。400、500、520万ありますね。とりあえず。じゃあこの520万も換金後でして、トータル700万ぐらいにしていこう。700万あったら何ができるだろうな。特に何もできないか。ブラックストーンを大量買いして、もう先装備にぶち込んどくとか。そしたら後々楽だよね。あー、ローカーバー買って装備の強化でもちょっとするか。それもありだな。とりあえず一旦僕、最初のうちはローカーバーの、ヘルムとグローブをとりあえず買って使おうかなと思ってるんですよ。まあ、スタックダメするにもいいし、まあ、5になってもまだかろうじて使えるところではあると思うんですよ。うん。ボス装備手に入れるまでの間とか。なんで、ちょっとね、しばらくはロカバでプレイしようかなと思ってました。それか、もうボス防具をいきなり買うか。どっちが効率いいんだろうなと思いつつ、悩み中って感じですね。ロカバでいいかな、うん、最初は。よし、じゃあとりあえずこいつに話しかけて、ここら辺のクエストを受け取ってきますか。よし。
受け終わりましたね、大体クエスト。よし、OK です。受け終わったので、あ、受け終わってねえや。ここにもクエストあるじゃん。ここのクエストまとめて全部受けてきまーす。よし。こんな感じで、早速倒していきたいなと思います。ここら辺にいるやつ、とりあえず。あれ？おい、オッケー。おい。まだちょっとね、格闘家自体スキル、まだちゃんと見てないんですよ。なんでまだ分かってないんで、まあなんか適当に殴ってれば倒れるみたいな感じで、今、そこ、行けるところまでそれで行こうと思います。まあ本当はね、もっと早く終われる技とかあるんでしょうけども、多分これでも今一発なんで、さほど変わんないんで、僕の中では。よし。こっちにもなんかクエストあるんで、こういうところもちょっとやっていこうかなと思います。クークーの鳥とかね。はい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 。いますね、こんなの。あれ、なんでお前ら倒れん？ちょっと。おい。おい。おい、お前倒れろよ。いやー、なんだ、ラグいなー。よし。クークーの鳥、一つ倒しました。よし、クークーの鳥。オッケー、いいね。あと、クークーの鳥3体ですね。あ、小さい蜂もいたな。まあ、いいや、ここら辺倒してきます。おれ！俺、俺、俺。ウィー。小さい蜂。クークーの鳥。クークーの鳥ですね。で、小さい蜂。あ、また、やっちゃった。ウィー。蜂。よし、オッケー、いいね。だいたい終わったでしょ、これで。よし、終わった。全部倒し終わったんで、クエスト報告しに行ってきまーす。やっぱね、こういう地道な積み重ねなんだよね、やっぱ強くなるって。なんでね、皆さんもね、強くなりたかったら、コツ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 とね、黒い砂漠を進めていくことをお勧めします。よし。こいつが入ってって、で、これも話しかけて、クエスト報告してきますよ。お金くれ！お金たくさんくれ！お前は貧乏なんじゃ！今のお前は貧乏なんじゃ！よし、はい。なんかよくわかんない。これを見ていきまーす。あ、うまっ。パンタうまっ。闇の手先が隠れているとは知らなかった。なんかここら辺ちょっとハリー・ポッター風だよね。聞いてみる。ブヨン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 。闇の主君。え？封印されたご主人がここにいるよ、言ってるよ。まさか。何か知っているのか？いや。あの者なら知っているだろう。クリシス村の村長。フレハラ、ハ、ハ、ハラウ、あ やべえ、カタカナ読めなかった。ってな感じで、こいつを、に話しかけていきたいなと思います。よし。あー！なんだよ、今すげえいいところだったのに。まあでもちょうど30分だから、読み込みになってるし、これ一回再起動しかけなきゃいけないんで。まあね、一旦ね、これで今回の動画終わりたいなと思います。次回続きやっていきたいなと思いますんで、楽しみにしていてください。では、終わります。ありがとうございました。